各国語によるシンクサイン。シンクサインが奥の壁に掲げられた IBM のパンチカードデータ処理機が置かれた部屋、1960年頃。シンクはトーマス・ j ワトソンがナショナルキャッシュレジスター・カンパニーの営業、広告本部長だった時に述べた、開白以来、考えることはあらゆる前進を生み出す源だった。考えていませんでしたというのでは、世界に 何百万ドルもの損失を与えてしまうことになる。という言葉に由来するモットー。1914年、ワトソンはこのモットーを携えて、ザ・コンピュータタビューレーティング・レコーディング・カンパニーの社長となり、同社は後に IBM となった IBM は、現在もこのモットーを掲げており、ノートパソコンをシンクパッドと名付けたり、2011年9月には、ニューヨークのリンカーンセンターで、 シンクイグジビットという展示を行ったりしている。IBM のパーソナルコンピュータ事業及び X86 サーバ部門を買収したレノボも、センクシステム、センクステーションの命名など、これを受け継いでいる。リンカーンセンターでのシンクイグジビット、2011年。ありがとうございます。